おことたましりおほは思うでありまたおほであるおほいなる思いをはかる土台しとなりわきまえとなる音という意味と解すればよいだろうとのをとのと解けば神殿のことであるとのをあらかと読む時五十音のまにじを粘土板に刻んで焼いた五十音図を 河原または三河という。いらかとあらかとは同義語であり、かを表したものという意味で。それは、やがて神社ということにもなる。そうした意味のとの、すなわち五十音図の土台となる音というごとく音の字の。わきまえと返してもよかろう。初期には、おほとの字のみこと、おほとまべのみこと、おほとま彦のみこと、おほとま姫のみこと。 おほとまじのみことおほとまべのみこととある。